今日はよく晴れている分空気も冷たく感じますが、明日になると雨具も必要なんですね。はい、天気が崩れていきそうです。では見ていきましょう。明日の天気のポイント、空ナビはこちらです。はい、明日は北部を中心に雨や雪というところが多くなりそうです。その分朝の冷え込みは少し緩んできそうですね。ではまずはそのあたり明日の天気傾向で見ていきたいと思います。明日は太平洋側を中心に日差しもありそうなんですが、明日は気圧の谷が北海道付近を通過していきますので、北部を中心に雨となりそうです。この雨、気温の低い内陸や山沿いでは雪の混じるところも出てきそうなんですね。ではその雨や雪の降るタイミングを見ていきましょう。雨は今夜9時の予想です。北部から次第に雲が増えてくる予想です。では明日にかけてどうなっていくのか見ていきましょう。この後稚内周辺から雨の範囲が広がっていきそうです。明日の早朝には一部雪の混じるところもあるでしょう。しかし雨や雪は長くは続かず、午後にはだんだんと止んできます。なお標高の高い峠では雪が新たに積もりそうですので、路面の状況には十分注意が必要です。車の運転もお気をつけください。これも踏まえまして、明日おすすめの傘を傘マップで見ていきたいと思います。はい、大きめの傘が必要か、折りたたみの傘でしのげるかを示しています。日本海側は北部を中心に本降りの雨が予想されていますので、明日は大きめの傘が必要です。体を拭くタオルもお持ちください。そうですね、札幌周辺は降り方が極端に強まることはありませんが、念のため大きめの傘を持っていった方が安心です。では時間ごとにマークでお天気を見ていきます。札幌県です。札幌県はちょうど通勤通学の時間帯に市内の北側や西側ほど雨が降りやすいでしょう。午後には止んできそうですので、傘の置き忘れにはご注意ください。札幌中心部は今朝 0.8 度まで冷え込みましたが、明日の最低気温は5度ということで、朝の寒さはだいぶ緩んできそうです。少し肩の力も抜けるかもしれませんね。その他の南西部の地域も見ていきます。各地とも雲が多く、札幌や小樽、倶知安では午前中いっぱい雨が降りやすいでしょう。道南の江差や函館では日中14度まで上がりまして10月並みです。日中はコートを脱ぎたくなるようなタイミングもありそうです。続いて北部から岩見沢の周辺です。こちらも午前を中心に雨が降ったり止んだりとなるでしょう。本降りの雨となりますので、大きめの傘をお持ちください。また画面にはありませんが、名寄や美深町の周辺では早朝に雪の混じる時間もありそうです。続いて東部です。紋別では昼過ぎに雨の降る時間がありそうです。北見でも午前中はにわか雨に注意をしてください。気温について、その北見や中標津など今朝は氷点下5度を下回る冷え込みでしたが、明日の朝は低いところでも氷点下2度ぐらいで、日中も広く10度前後まで上がるでしょう。さてこの先1ヶ月雪の予報も気になりますね。はい、最新の1ヶ月予報が今日発表されました。こちらです。これを見ますと気温は平年より高い予想、そして降水量、降雪量は平年並みの予想になっています。そして気になる寝雪がどうなるのかという点ですが、こちらです。はい、結論から言うと寝雪は少し遅めになる可能性が高くなっています。札幌で言いますと平年の寝雪が12月の6日なんですが、特に11月いっぱいは気温が平年より高くなる予想になっておりますので、少なくともこの日にちよりこう早まる可能性はかなり低いというふうに見ています。とはいえ雪への備えはあった方がいいですね。そうですね。しかし来週は雪の積もる日がありそうなんですね。向こう1週間の予報を見ていきましょう。あさって土曜は晴れますが、日曜は発達する低気圧が道内を通過します。広く雨が降りまして風も強まり、荒れた天気となる恐れもあります。その後月曜には12月の波の寒気が流れ込んで、札幌や岩見沢では雪となるでしょう。気温も日曜から月曜にかけてガクッと下がる見込みです。札幌は最高気温でも3度から4度の予想です。続いて北部と東部です。この方面も日曜は日本海側を中心に雨が降りまして、留萌の周辺など暴風の吹き荒れる恐れも出てきています。週明け月曜から火曜は稚内や旭川などで雪が降りまして、場所によっては20センチ以上積もるところも出てきそうです。しかし雪の日は長くは続かず、来週後半には再び10度近くまで気温が上がってきますので、このタイミングでの寝雪はないというふうに見ています。
さて明日は午前中雨が降る予想です。油分を含んだ落ち葉は雨に濡れて非常に滑りやすいので足元も十分に注意するようにしてください。